I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. 毎週火曜日はカンベ金文美のブラッシュアップお送りしております。さあ今日はどんなニュースから？はい、えっと新型コロナで一、えええー、ヶ月間の死者数が一万人増えたと、というのが,ううのがえっと昨日からあ報道されてて、ね、ちょっと一万人かと思って、ちょっと一回目目を疑うというか、うんえっていう感じがあったんですよね。ええ、あのコロナの蔓、ま、延当初の頃、はい、日本中で。えー 100人感染したというだけで大騒ぎしてたということがあったじゃないですか、僕らの感覚ってだんだん麻痺してきちゃうので、うんえー、こういうニュースを素通りしない方がいいんじゃないかなと思いましたね、3万人から4万人までが4か月弱、4万人から5万人が3か月、そして、えー、5万人から6万人に1か月余りで増えちゃったと。はい うん、えと全数把握をしなくなってますので、えーまあ、実はいつもこうコロナの感染者数、県で何人だとか。 東京で何人だって気にしてみる癖は僕らの中に残ってるんですけど、はい、全数把握してない以上はその数字よりは死者数を見た方がいいんじゃないかなっていう気がすごくするんですよね。でこれがもう第8波だと、はい、7波を上回るペースなんだということを示しているのが死者数なんじゃないかなと思うとうちょっと気をつけた方がいいなと。 ね、まあ僕も50代ですし、40代でも亡くなっている方、もっと下の方もいらっしゃるようですけど、広がり方がこ今までに体験したものではないぐらいの拡大かなと、身の回りでもいますよね、うん、そうですね、菊、ね、出たという方もいます,ね,いますね、40度ぐらい熱出ている方、あの若い方でもいらっしゃるんで、うんはい、私の知り合いでも、ちょっとこれはあれだな気をつけなきゃいけないなと、まあ、旅行支援の中、ね、始まる中なんですけど、<ー>気をつけ なっていうのがすごく今、えー、気になってるニュースですねやっぱり僕らはの日々のニュースで、えー、仕事もしてますけども。はい 昨日のニュース、今日のニュースという形でやっていくわけです、すその日、1万ニュースなんでしょう、はい、じゃあ、1年前だったら、これ、どんなニュースだったんだろうかって、どっかで振り返る感覚を持った方がいい,、うん、い,いんじゃないかなと思うんですよね、うん、少なかった時に大騒ぎしてた人数って一体何人だったんだろうねとか、えー、そういう感覚を少し取り戻すような形で、えー、伝えていく必要もあるのかなという感じがしました。うん、はい それからもう一つは全然こうは話は国際的な話なんですけどブラジルのニュースが今すごく出てますすね、えー、これも気になってましてですねね今日もいいっぱい新聞に出てました、ねはいえー、読売新聞の2面からですが昨年10月のブラジル大統領選で敗北した右派のジャイル・ボルソナーロだ前大統領の支持者らが 8日首都ブラジリアの連邦議会や大統領府最高裁判所を襲撃した大統領選の結果に対する不満を示したもので地元メディアによると襲撃にはおよそ4000人が参加した地元警察は少なくとも300人を逮捕したと発表したとありますね,ねあのアメリカで起きた話のそのままあを見てるような感じでしたよね、はい なんか伝染しているかのようなですね。うん、これは本当にびっくりしました。まあでもこの大統領ボルスナドさんはですね、ブラジルのトランプとも言われてきて、はい、まああの過激な発言、うん、それから女性や少数さん少数派に対する差別発言でも出られてましたし、コロナ対策でも対策がないということを発言したりするんだとですね。うんはい、あのまあポピュリズムの政治家だったと思いますね。うん、でその方と大統領選挙 が行われた中で、はい、1.9ポイントぐらいしか差がないなんか大接戦で対抗馬左派が大統領になったと、うん、まあそれに対して、えーまあ、不正選挙で不正が行われたということをずっと言って、うん てるわけですねなんか全部がトランプさんとなりますよね、それもね、<laughs> はい、選挙のの不正を訴えたっていうのもでここで考えたいのは、ですね、はい、選挙の不正っていうことなんですけど、うん、ボルソナロさんはですね大統領選の1年以上前から、電子投票システムに不正があると根拠なく訴えてきたと、うん、これはあの自分が敗北した場合には結果を認めないという布石だったんじゃないかと言われているんですよね。うんこの えー、何かのお、まあ、責任、うんえー、根拠をどっかに押し付けることによって、自分の性的生命の延命を図るというところが最初からあったようですね、うん、今日の西日本新聞には、ですね、まあ、そういった内容の解説が、うん、まあ共同通信の原稿かなと思いますけど、いっぱい出ていまして、はい、その中であの襲撃に参加したという男性が、ですね、うん、我々愛国者は大統領選で不正が行われたので、 ここにいるというふうに話してるんですよ、ね。あのここで気になってるのはやっぱり愛国者っていう言葉です。でトランプさんの時もですね、やっぱ国を愛するからこそこういう行動に出ているんだというですね立場でえ物語る方がすごく多かった。 それが自分の中の正義になっているわけですよねそして、えー、なぜ、えー、そういった行動を取るかというと不正が行われたからで自分は愛国者だからそれを表現するのだという,う論理だったと思うんですよね、はい、このあたりがですねまあ共通アメリカでも共通してますしもっと考えると日本でもですね、はい、日本で選挙の不正ってほとんど考えにくい状況で まあ日本の公務員、本当に真面目に丁寧にやりますから、ですね、はい、時折間違いがあったり、ですね、うん、真面目すぎて間違いがあったことを、票がうまく確認できないことを認められずに、ごまかしてしまったりなんてことはたまーにあるんですけど、うん、そのぐらい真面目なんですよね、はい、だからあの日本で選挙の不正っていうのは、もう起こりえないだろうと私は思っています、うん、はい、そこはあの公務員の方々をとても信頼しているので、うん。そしてあのー 選挙の不正があるとネット上で日本でも言っている方がいっぱいいらっしゃるんですけど、はい、まあ何度かこのコーナーでも申し上げましたけど選挙に不正が日本ですぐ起こるということはほとんど考えられないのでえそれを誠に言っている方々はえまあかなりえ情報的に危ないなとまあ陰謀論に支配されている可能性が非常に高いです。そそれは右派も左派もも左含めてでですねでそういった方々でえ愛国者を名乗る いいるととうことか方はですね、はい、あの心,心の、まあ、性質、心性としては、うん、あこういったあのお暴動を起こしていく、えー、アメリカ、ブラジルの方々と共通するところがあると思うんですよ、うん、愛国者であるということと、うんえー、国家に対してなんらかのこうすごく不信感を持っていて、うん、それの中で根拠のない 理由を挙げて選挙に不正が行われていると信じてしまっているとここの愛国者であり選挙に不正があると信じてしまうというポイントをですねちょっと押さえておかないとこれがあのアメリカ、ブラジルだけでなくて他の国に広がっていくもしかしたら日本でも広がっていくかもしれないしそういうところで考えるポイントになるんじゃないかなというふうふにニュースを見てて思いましたね愛国者と選挙の不正これがリンクした時にこういうことが起こりやすいんじゃないかなという気がします。 認知主,主義の根幹に関わるようなことですからねこれね。さて、えー、8時40分過ぎのキャッチアップではどんなお話になりますか、はい、始まったばっかりのおすすめ映画をご紹介したいと思いますはい。プロデューサーはコーザブローディレクターはボン AD はマイルスワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなる そんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね <laughs>